皆さんこんにちは、朝日です。今日はですね、こちら楽天ラクシーの1月号のボックスの中身をご紹介していきたいと思います。もうね、他の YouTuber も紹介しているので知ってる方多いと思うんですけれども、こちら楽天ラクシーとは有名な美容専門家やメイクアップアーティストの方が選んだコスメやスキンケアアイテムがこちらのボックスに入って毎月届いて試せるという定期購入サービスになっています。毎月テーマがしっかりあって、それに合ったアイテムが入っているんですけれども、今月1月号のテーマがですね、あなたの綺麗は夜作られるご褒美スキン&ボディケアセットということらしいので、早速こちらの中身開封していきたいと思います。じゃじゃーん、こんな感じで箱いっぱいにボディ&スキンケアアイテムが入っています。今回の1月号がエステティシャンの高橋美香さんが選んだアイテムが入ってるようなので、まあ自宅でエステ気分が味わえるような内容になってるんじゃないかな。ボックスの中には商品だけではなくって、こんな感じで商品のことが書いてある紙が入っていて、しかもね、高橋美香さんのコメントもしっかりと入っているので、こちらも参考にしながら一つずつ紹介していきますね。まず一つ目はこちらです。ラロッシュポゼクレンジングウォーター、拭き取りタイプのクレンジングウォーターですね。でこちらが 100ml のボトルが入っておりました。ラロッシュポゼって敏感肌のために作られたブランドなので、使うのもなんか安心だよね。ではこちらをコットンに含ませて、メイクも一緒に落としていっちゃいたいと思います。さあしっかりと取ってくれるでしょうか。うん、少しね香りもついてますね。いい匂いする。すごく柔らかい香りがする。おー、じゃれーん。こちらがメイク落とし、洗顔、あと保湿もしてくれるっていうことなので、疲れてる時とかは時短になるのでいいですよね。アイシャドウなんか一拭きでも結構すんなり取れましたね。はい、メイクをしっかりと落としたら続いてはバスアイテムです。それがこちら、オーガランドの天然ヒマラヤ岩塩ピンクバスソルト。これが入浴剤成分や香料など無駄なものが含まれていない純粋なヒマラヤ岩塩、温まり方が違いますという風に書いてあるんだけど、実際にこれ使ってお風呂入ってみたんだけどね、そんなに長く使ってないんだけど汗がね結構バーって出てくるし、お風呂から出た後もうポッカポカしてたの。だから寝る時もすごく気持ちよく寝れて、最近なんか足が冷えて寝つきが悪かったんだけど、それがなく気持ちよく寝れたのがすごいよくって、だから今回入ってたアイテムの中ではこれが私一番気に入ったかな。こちら 100g 入ってるんだけど、1回の使用が 25g から 50g ということなので、まあ、2回から4回ぐらい使える量ですね。お風呂にゆっくりと使った後はボディケアです。3つ目はこちら、ボタニカルミルククリームです。こちらがずっしりと 150ml 入っていました。しかも私の大好きなポンプ式のボディクリーム、パッケージもとってもシンプルで可愛い感じですよね。こちらはですね、注目の美容成分リンゴ幹細胞が配合されていて、さらりと軽いタッチで広範囲にも伸ばしやすく、肌なじみも抜群ですということらしいです。ラクシーのホームページ、あるいはですね入っている紙の中にこちら QR コードがあるんですけれども、ここから行ってもらうとこれらの使い方がすごい分かりやすくまとまっている動画がね見れるんですよ。それで紹介していたやり方でマッサージもしてみました。難しいテクニックは全くなく、とっても簡単にどなたでもできるやり方なので、試しやすいかなと思います。あとね、こちらのクリームが本当にみずみずしくってスーって伸びるんですよ。マッサージクリームとしてもとっても使いやすかったです。で、香りもピーチの香りがする気がしましたね。仕上がりも全然ベトベトしないでサラッとしているので、結構さっぱりと使えるタイプのクリームだなと思いました。そして最後4つ目はスキンケアですね。それがこちらです。コスメニューピュアフコイダン美容液の 15ml が入っていました。高濃度のフコイダンが配合されているっていうことなんですけども、このフコイダンっていうのが私分からなくって調べたところ、天然のモズクから取られた成分みたいで、海藻って空気や紫外線によって干からびないように水分を保持する力があるんだって。
だからなんか海藻系ってヌルヌルしているらしいんですけれども、まさにこのフコイダンっていうのが水分を保持する力が強いみたいなんですね。手に乗せてみると透明のトロンとした美容液になっていて、こう成分が海藻からできているって知ったからなおさらなんですけれども、こう肌に乗せた時に少しこうヌルヌルっとするようなちょっとオイルっぽい感じのテクスチャーですね。ちなみにこちらは洗顔後の肌すぐに乗せる美容液で、その後にお化粧水っていう感じのステップになっています。こちらのマッサージ方法も動画で説明していたので、それの通りに今やっていきますと、顔全体にねこちらの美容液を塗った後に、まずは耳の後ろから鎖骨に向かってこんな感じで流していきます。でこの美容液本当にねスーって浸透してくれるので、浸透がかなり早いから、乾いてきたらまたこれをつけるっていうのはちょっともったいないので、お化粧水を私はこの乾いてきたらねその上につけてマッサージをねしていきます。この美容液がヌルヌルしているので、お化粧水をつけるとまたヌルヌルの滑りが戻ってマッサージがとってもしやすくなります。そしたら中指薬指を使って顎の下からくるくるくるっと耳のところまで回して、口の横から耳のところまで流して、鼻の横から耳のところまで流して、頬骨の下から眉間に流す、頬骨の上から眉間に流す、額の中央から眉間に流して、プッシュ、目の周りをこんな感じでぐるぐるっとマッサージをしていって、最後眉間でプッシュ、顎から鼻下に向かって口周りをマッサージした後に、鼻筋を下から上に向かってマッサージをしていく、最後はしっかりとハンドプレスして終了という流れになってます。以上4点がラクシー1月号の中身なんですけれども、今月はプラスしてスペシャルアイテムが含まれているみたいで、それがこちらですね、不老不死のザアイクリームのサンプルが皆さんにも入っているみたいです。こちらも塗っていきたいと思います。不老不死のアイクリームいろんなところで見かけてたので、実際に試せてちょっと嬉しいです。はい、ということでラクシー1月号のラインナップいかがだったでしょうか。私的にはね、毎月動画でしっかりと使い方も説明してくれているっていうのがとっても親切だなっていう風に思ったし、楽しんでできたので、それはすごくいい点だなと思いました。ちなみに次回2月号のテーマがですね、潤い閉じ込め乾燥知らずツヤ肌育てるスキンケアセットということで、これも楽しみですね。気になった方は概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひぜひチェックしてみてください。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけたら、ぜひいいねボタンも、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。じゃあねー。